ティーチャーヤマトの日音エクストHi everyone, my name is Yamato Ekusta, prep school teacher, singer, songwriter, and new album Rock now on sale. Check this out. ということで、はい、アシスタントのオカピーです。はい、よろしく。よろしくお願いします。はい、そうです。アルバムロックがですね、はい、先週6月9日ロックの日に発売になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、これはもう本当に皆さんのおかげで、なんとかフォースアルバムまでたどり着くことができました。ありがとうございます。8曲入り2000円で、全国の、ツタヤ、タワレコ、HMV、新生堂、あとAmazon等で、売っておりますんで、皆さんよろしくお願いします。買った人は2000円分のクーポンが2000円なのについてますんで、よろしくお願いします。すごい、ありがとうございます。っていう歌なんですけどね、この間ね、はい、あれ、あのホテル、格安ホテルに泊まったんですよ、はい、でこれまあ知ってる人やったら多分、ああそこかなって言われるかもしれないですけど、うん、鍵がなくてね、え6桁の番号を入れる、その毎回違う番号を入れることで入れるようなホテルがあるんですよ。まあ、知ってる人は多分、ああそこやなぐらいの感じなんですけど、うん、それで、まあ、そこで泊まってね、はい、もうそれこそこの池袋 FM の、収録にかの前後とかなんかそんなんなんですけど、はい、で6桁が毎回出るんですよ、うん、これもランダムに6桁あって、はい、それをまあ10キーで押してピッて入るんですよね、はい、その6桁が、うん、これほんまやねんで、これだからまたここの辺に、まあ、そのティーチャーヤマトのね、あの YouTube にやっぱ出しますけど、884649やったんですよ。884649、うん、6桁ね。パパよろしくパパよろしくって言われたら頑張っちゃうよ。なんもうどこで伝言預かったんやこれなあほんまにこんな伝言、パパよろしくって、あー分かりましたいやいやいや違うから、別に昼間のパパは違う、ちょっと違う、いやそんなんええねん。そうですね、まあだからパパよろしくになってたのよ。これほんまにすごいからこれね、うん、まあ実際まあ見せますけど、そうなんですよ。だからそのあパパな頑張らないとなんでパパ扱いになってるのか分からんけどね。そうでございます。いやそんなこと言ってるわけじゃないんですよ今日は。だから何でも言うようにそうです、アルバムロックの、今日あの全曲紹介の次の曲でございます。5曲目でございますよ。これはですね、ライブハウスでやったこともございません、うん、完全なる新曲でございますよということで、まあノリはいい曲なんですけど、いろんな意味が含まれておりますよ。聴いてください、ミラーボール。障害かけてもいいと思えるやつに巡り会えたなら、ぼやぼやしてないでさっさと蹴りつけてしまえよ。もったいぶってるうちに計算高い船散る野郎に、おいしいところ持っていかれちまうぜ。あ男ならちまちましないで、決めるときには決めてやらなきゃな。持ちきれないほど才能恵まれすぎてさらばんなけりゃ、夢は一つも叶えられないままで決めるぜ。誰にもやれないことをやるために生まれてきたんだろう、たまには本気で一度極めてみろや。うん、男なら一発上等、半端だらけじゃ潰しがきかんぜ。熱いハートを燃やしてひたすら走れ、忘れかけてた一途な思いを覚ませ。どうせやるならとことん勝ち進んでやれ。
たまま逃げてちゃ男が捨てるぜ。一触即発の戦場、敵はいつでも弾でかかってくる。俺は一人でいくつも機関銃構え戦ってる。一つで命が奪われ相当ヤバい極限状態。その全てに勝たなきゃ明日は来ない。男なら崖っぷちでもギリギリ耐えて生き延びなきゃな。ほら一攫千金狙って危ない橋も渡ってみたけど、本当はいつも心休まる場所を探してた。ワンチンソンでフラフラ走り続けた挙句の中、ひらめかけたことは何度もあったさ。本当なら崖の下でも見つけてみせる。そこにしかない花を、熱いハートが燃え尽きてしまう前に、傷の分だけ輝き取り戻すために、他の奴らが地に行く中でも俺はこんなとこでポシャるほど弱くはないぜ。忘れちまって飛び立ってもすぐ戻ってちまうなんて悲しすぎる話さ。俺はもう一度自由に空を飛びたい。ミラーボールも光がなけりゃ真っ暗、それじゃ寂しすぎるだろう。男なら蹴落とされてもゼロからまた這い上がってやれ。熱いハートに残る思い出のかけら、どれも光と闇とが交錯する中で、証拠なくて全てを愛するために、俺はしがらみ抱いて一人歩きゆく。ああ熱いハートを託して見果てる夢を、命の限り貫き守り通したい。こんなに大切な人生の瞬間を一秒たりとも無駄にしたくはないから。はい、お聞きいただいておりますのが私のフォースアルバムロックからミラーボールでございます。シャーッやってるぞおらーっていうね、そういう感じでございますけど、これね、まあなんかね途中で「あお!」って言ってるのがさ、俺自分で CD できた後に聞いてみたらなんかちょっと絵頭入ってるんじゃないかな気もするんやけど、「あお!」っていうところがさ「やっほい!違う?」違ったらそんな気にはならなかったですよ。いや気にしてないから別に俺本気で本気にしないでやめてなんかほんまに江頭にしないで。いや嘘です嘘です、江頭さん大好きだよ。そう一応フォローしとかね、自己フォローをねまあね、これいろんな意味も込めましたけど、なんかあなた聞くところによると、まあ、別曲でちょっと喋ってましたけど、はい、なんかこの曲がいいと、はい、好き、そうですね、もう出だしから刺さったのもあるんですけど、うん、またCD 発売されて聴、うん、いてたらですね、聴、うん、いていく中でこの結構楽な方に流されてきて、うん、後悔したことっていっぱいあったなって思うようになりました。うーん、それで流されて後悔したことを少しでも報われたいなら、これは何が何でも光を浴びるしかないっていう、そういうイメージを持ちました。ああ、なるほどね。そうかそうか。光
を浴び、まあでもまあ光を浴びたいと思いつつコツコツとやらんとはんけどね、光を浴びることだけ。俺この間もさ、あのそんなんで言うと、あの急に思いついてんけど、あのなんかね、あの社長の友達がおるんですよ。でそれと喋ってたら、そいつの友達のやつがね、なんかとにかく社長になりたいっていうやつなんですよ。まだ20代前半で、ほんで社長になって、だから何の会社やるのそれは決めてませんっていうね。いや社長になりたいって、だからなりたいだけなのって言ったら、とりあえずなりたいです。いや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 、お前ちょっとさ、そういうのはちょっと違うやろっていう、なんか目的がこうあってやるとかさ、うん、お金持ちになりたいからって言っても社長になり、なだから社長になるっていうのもちょっとまず違うし、そうですね、まずその自分のできることを一個一個やっていこうよって俺思うねんけど、うん、それでうちな、俺なんてその会社とかやろうと思ってやったんじゃなくて、まず最初にお客さんがいて、こういうのをやってくださいって言って個人的に個人事業主でやってて、でやってるうちにそのあのじゃあこういう携帯にもうちょっと大きくきちっとしてくださいって言うから作ったっていうところがあったから、おだからそういうのでもなんか光をね、確かにねミラーボールとかね、忘れないでほしいんですけど、その光に到達する道っていうのは結構やめにあるんだよっていうことをね、ええこと言うたなこれ。違う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 、このキャラ嫌だよ。そうそう、まあまあそんなんでね。でもこれあの何度も出てくる、熱いハートが燃え尽きてしまう前にとかね、熱いハートばっかり言ってるんですけど、やっぱりね熱いハートは大事ですよ、はい。と思ったりして、ね、作ったんですけどね、熱いハートは持ってるようだねあなたは。はい、それだけかい。でも熱いハートがあってるから前に進めるというか、うん、あそういうとこはなんか機関車のこうあの石炭じゃないけどね、うん、わかるわかる、そうだよね。そうかそうか、まあね、まあ話変わるけどね、これあの CD ね、まあ買っていただいた方にまああのブックレットが付いております。で写真もね結構いろんな海外とかいろんな世界中で撮ってきたんですけど、このミラーボールのページの写真はですね、はい、うん、まあちょっとあのね、YouTube ではこうモザイクでしか一応見せられないんですけど、まあ、実際見てほしいんですけど、これはね、シャンデリアがバーンとあってね、なんと今までの、ファースト、セカンド、サードでは私、素顔をそのバックインレイのその CD 版の裏にしか出してなかったので、ここに出てしまっているという、わー初めてのブックレットに顔が出てしまいましたよ。ブックレットデビューでございます。そうでございますということでね。でまああのシャンデリア、これねあのあれですよ、まあ言ってしまうと、シェーンブルン宮殿、ほうウィーンのね、世界遺産、ウィーンの宮殿だ。そうなんですよ。で本当はこれね、あのウルサイユ宮殿でね、え、あ間違えたわ、ベルサイユ宮殿。いやこんなんいらんねん、ほんまウルサイユ宮殿でね撮ろうと思ったんですけど、あベルサイユ、ベルサイユ間違えた、売れない、よく間違えるわ俺これ。まあまあそんなんでね、そうウルサイユの森をね、あベルサイユの森だ、間違えた。まあまあそんなんでね、じゃあそこで撮られへんで、結局シェーンブルンの方がいいやということで、シェーンブルンで特別に撮らせてもらってるから、みんな真似しないでくださいね、ここはあんま許可なしで撮れないと思って。ということでこの番組は TCM との日曜エクストラ出現。